でもね、すごい素敵だなと思いましたよ。16歳で終戦、住んでいた家も焼け、すべてを失った。しかしそこから北村の音楽はスタートした。終戦の日に僕ね、学校に行って、みんな友達もなんとなく集まるわけですよね。したらみんなで言ったことはね、これから俺たちの青春だぜってみんなそう言うんですよ。それで9月から極東放送、進駐軍の放送が始まった。もう放送がボンボン始まって、そういう音楽が出てきたらもうまさに青春ですよね。16歳でもうね、たまんなくなってね、あんなのできたらいいな、いいなと思ってたんですけどもね。僕いいんですか、こんな喋っちゃってて。喋、はい、ってくれないとダメなの。ああ、そうですか、はい、喋ってください、はい、それでね、進級祝いに、ね、友達がね、クラリネット買ってもらったって友達がいたんですよ。それは、僕がね、18の時です。じゃあ終戦から2年経って、ね、それでどうだどうだって持ってきてね、じゃあ吹いてみろって言ったら音が出ないんですよ、はい、シーとかね、キャーとかね。でそしたら汚い話、みんなね、貸してみろ貸してみろって言うでしょ、回し飲みみたいな感じで、うん、そうですよ、でキャーとかスーとか言ってね、で僕のとこ来たらポーって音が出たの。ポーで人生変わっちゃったんですよ。運命のポー。そう、自分だけ出せたみたいな、うん、そう、その時はね、僕は天才かなと思ったの、嘘、それは嘘なんですよ。ポーが出ただけで、リードってあの振動体がついてるんですよ、クラリネットに。よろしいですか、ここにこれは何で、ケイン、要するにヨシですよね、植物で。それでこう削ってできてるんですけども、はい、これがね、乾いてたら絶対音出ないんですよ。オーケストラなんかでもね、待ってらっしゃる時に、そう、みんな舐めてますもんね、時々舐めてるんです。でみんなこうしゃぶって回ってきたでしょ、回してる時に汚い、いい具合になったわけですね。僕のところに来た時ちょうどいい具合になって、ポーッ、いい具合に。したらこう触ってたらね、はい、ミードミードだけ吹けたわけ。ポー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 で、ポー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 って、当時センチメンタルジャーニー、センチメンタルジャーニー、あ、なんであいつ楽器持たせたのにセンチメンタルジャーニー、次吹いてみろって、吹けるわけないですよ。それしかね、それしか分かんない。みんなの唾のおかげです。この瓶の部分ってのは何なんですか。これはね、このと、はい、締め金なんですけどもね、はい、今までいろいろ使ったんだけども、自分で作った今使ってるんですよ。これね、ちょっと綺麗でしょ、これいいでしょ、これちょっとシャレてて、ちょっと大きめの指輪みたいなね。そう、綺麗。どうしてもね、音が気に入らない、もうちょっとここの部分をふくよかに出ないかなと思って、自分で作ってみたらね、なんと具合がいい。そんなすごい微妙なもんなんですか。微妙ですね、これ、これちょっと削るだけで変わってくるんですよね、音が。いろんなところを削って、結局最終的にこの形になって、思い通りの音を手に入れるために、リガチャーと呼ばれる締め金まで自分で作ってしまう北村。しかし60年前、どうしても欲しかったクラリネットは容易に手に入らなかった。そこで北村はあることを思いつく。それでその間ね、僕ぼーっとしてんのもと思ってね、どう練習はしたいですもんね。竹ぼうきを切ってね。え、竹ぼうき、竹ぼうき、こうほうきあるでしょ、うん、レレレの絵の、ね、それをちょうど同じ、太さのね、良さそうな竹ぼうきを切ってね、焼け火箸でこう木のとこ全部印つけてね、でこう指だけね、それで友達にね、教則本ちょっと貸して、運指本とこだけね、でそれでね、竹ぼうきでね、指だけを、指だけでね、そうするとね、これで寺明さんね、うん、はいはい、いい方法なんですよ。そうなんですか。目をつぶって指だけでやって、頭の中に音があるでしょ、うんうん、前にいっぱいこう聞いてる人がいてね、オーディエンスがいて、わーっと吹いて終わった時にわーっと拍手をしてくれる、そんな情景を思い浮かべながらね、河合さんだってね、はい、バイオリンもうずっとやってるから、空バイオリンなんてなさったことないでしょ。ないですね。エアバイオリン、ね、エアバイオリン便利ですよ。エアバイオリン、エアクラリネット便利ですよ。前にアメリカ人がバーッといる前でカーッと吹いて、どうだハッと我に帰ると竹ぼうきですよ。22歳でプロになった北村は、1960年にはすでに日本を代表するクラリネット奏者になっていた。その3年前、大きな出会いがあった。戦時中、押し入れの中で思いを馳せたあのベニー・グッドマンが日本にやってきたのだ。初めてね、そのベニー・グッドマンが日本に、文化施設としていらっしゃった時、
その時にね、アメリカ大使館の主催でジャムセッションやったんで、はい、初めてベニー・グッドマンさんにお会いしてジャムセッションを一緒にやって、その時はねずうずうしかったのかな、結構落ち着いて吹いてたんですよね。それで握手してくですってね、それでそこにはいろんな日本のミュージシャンもね加わってましたけどもね、嬉しかったことにワンコーラスアドリブしたらベニー・グッドマンがねワンモタイムって言うんですよ。得意になってもうワンコーラスやらせてもらう、もう若い盛りですよ、向こう水の一番もう生意気な盛りで得意になってね、それで吹かせてもらって、それがすごい衝撃だ。北村の名を世界に知らしめたのは、そうそうたるメンバーが集まるモントレージャズフェスティバルでの活躍。初めて招待された77年、北村は思いのままにクラリネットを操った。そして吹き終えた瞬間、自分の目と耳を疑った。パッとね、目開けたらね、お客さん終わって、スタンディングオベーションですよ。7000人ぐらいのお客さん。若い時にね、竹ぼうきを使って、浮かべた情景がそこにあるわけですよ。そこにあったんですよ、いやあれはね凄まじいね経験というよりね、僕にとって衝撃だったです。終わった時に、あこれでいいんだっていうふうに思ったんですよね。もうね死んでもいいと思ったもんその時、それで未だに生きてるけども北村は趣味も多彩、自分の CD ジャケットは自分で描く。しかしその絵を始めたのは70近くになってから。そんな北村が100歳まで吹き続けるために始めたことがある。僕の曲もね少し手掛けるようにしてね、僕あの全然その自己流でやってたわけでしょ、それでこれじゃいけないなと思って、もう世間を見ますとね、みんなあの芸大や音大出た人たちがねぞろぞろいて、もうしっかりした基礎を持ってらっしゃる、そういう本当後輩でもそういう人がいる、これ俺なんとかしなきゃなって思って、北村は50歳を過ぎて東京芸大の村井助教授のもとに。村井は昔からの北村ファン、しかも11歳も年下だった。先生のとこ行ったらね態度が変わるんですよ。その時は北村さんなんてしたのがね、パッと先生の楽器出して吹いてごらんなさいこうなってるからにはもうね指定関係を吹いたんですよね、バーッと吹いてね、したら何にも言わないで黙ってんの、バー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 ってこう細かい指を動かしてバーバーって吹いて、聞こえませんねっていうの。えその世界中を渡り歩いたの北村さんのクラリネットが聞こえない。もっとでかい手でファッと吹いたらね、雑音しか聞こえませんねっていう。すごい言葉ですね。厳しい厳しい、クラリネット、例えばモーツァルトの曲なんていうのは木立の向こうからこう染み出してくる木管の音です。それがクラリネット本来の音です。で先生が吹いたらポーってすごい言う音するわけ、北村さん雑音です、それはちょっとレッスンにしましょう、さあモーツァルトでも出てくるかなと、こうやってやった、チョウチョチョウチョ、ソミミファレレドレミファソソソ、それだけですよ。でソミミって音が全然ダメです、ソミミソミミでソミソの吹いた余韻でミを吹いてください、ファを吹いた余韻でレを吹いてください、で発音がなってないです、それは音じゃありません、雑音になります。それでねもっとすごいこと言われました、レッスン終わってね帰る時に、人間50過ぎたら進歩はありませんからって、すごい過ぎてるんですけど、でもね僕先生が11年下でしょ、だから僕は相当年取ってもまだ見てもらえるなと思ってね、僕これしかいないと思って村井先生にずっとついてね、今もついてます、習ってやってます。知らなかった、このプロが習ってるっていうのは俺すごいことだと思うんですけど、それねセコになりたくないから習うんですよ。そんなこうクラシックの曲の中でも一番こう大事な曲っていうか、はい、今日はじゃあ、ね、北村さんにとって何をやっていただきましょうか。あのね今日はね、せっかくね河合さんとね、
一緒にやるんでね、フリッツ・クライスラーのね、愛の喜びなんていうのね、これクラリネットでやるのちょっとシャレといえばシャレかもしれないんですけどもね。日本のジャズ界を支え続けて半世紀、今も前進し続ける79歳、北村英二、 My Song My Life。最後にですね、はい、青春真っ盛り、はい、来年80歳の北村英二さんがこれから目指していく音楽とは何でしょうか。はい、皆さんが楽しめるような曲、誰でも楽しめるような曲を誰でも楽しめるように受け入れてもらえるような演奏、ジャズクラシック限らずですね、音楽聴いてよかったなっていうその一瞬がとても大事なんですよね。ああ今日の演奏よかったなって思うと、それがみんなね心の栄養になるんですよね。演奏してる方もそうですけども、聴いてる方も心の栄養になる。ご飯食べて体の栄養にするのと同時に心の栄養も取っていただけたらなっていうふうに思います。そういう音楽家になっていきたいなって思います。